こんにちは、みんなの情報誌です。本日は取手市の夢見の公園に来ております。話は全く変わりますけど、先日行方不明だったアップくん無事見つかりました。あの後すぐいました。今日はお留守番です。はい、夢見の公園です。まあ、いつも話してる通り、みんなの情報誌の配布エリア内の取手市なんで、ちょっと紹介したいなと思って今日は来ました。結構思ってたよりがすごい綺麗。まあ、池まだアヒル白鳥のがいますね。今日は天気も良く、絶好のこの日和の中、この公園を見てみたいと思います。で、あと実はここには取手のパワースポットがあるというので、それもちょっと探してみたいと思います。では、では本日ちょっと探していた、じゃん、取手のパワースポットと言われているくじば様です。じゃん、あ、またなんか呼ばなきゃいけないものがありますね。はい、実はこれはですね、まあ、じゃあまた読みます。この石像はくじば様と呼ばれ、地元では昔からくじの神様として信仰されてきました。かつては道端に置かれ、これから一山当てようとする人たちが御利益にあやかろうと拝んでいきました。また思わぬ儲けをした人たちも帰りに拝んでいったと言われます。裏側に願主誉れ救援、あ、違う、書いたんだよ、方本意を救援でしたね。瀬主飯島太郎左衛門、飯島太郎左衛門と彫られています。もともと夢見野の開発区域内にありましたが、ここに移転して長く保存するものです。平成24年6月、じゃん、これが取手のパワースポット、くじば様、くじに、くじの神様です。財布持ってこなかった。財布持ってない、残念です。だから多分ご利益ないんだな、きっとな。触っていいのかね、あんまり触んなほうがいい、この時期だから触んなほうがいいか。くじば様、近くから見た公園です。さっきやっと上の方から撮ったんですけども、池が、いや、本当に自然豊かでいいとこです。ではもうちょっと公園を、中を見てみたいと思います。ゴー。いや、今日は本当暖かい、散歩日和、本当にもうじき春ですね、というかもう春か。いや、本当に気持ちいいです。これからこんな、多分花がいっぱいになるのかな。じゃあ、そうですね、これからすごいいいとこですね。はい、はい、公園の見取り図です。この辺りか、多分ね、はい、ね、結構広いんですよ、ここ本当に一日いてもいいぐらいですね。駐車場もいっぱいあります。公園の、あって、それが桜って書いてあったの、ここのことかな、もしかして。あ、そうでしたね、しだれ桜。まだ、今日は3月の15日、東京では開花、まあ、これしだれ桜だからな、ちょっと違うのかもしれないけど、
東京はね開花宣言されましたけど、このしだれ桜はまだつぼみです。これからきっと綺麗に咲きます。楽しみですね。では公園を今だいたいぐるっと回ってきました。で今度はちょっと違うルートで帰ってみようと思います。ゴーゴー。この間ある人のおじいちゃんみたいってパターンで元気いただきます。頑張るぞという意欲が湧きます。あんまりお見せできないんですけど、結構子どもたちがみんないっぱい遊んでるんですよ。ちょっとねあんまりお見せはできないんですけど、まあ中学生とか、まあ、上も小学生とかがちょうどもう学校終わってあれなんでね、子供たちもいっぱい遊んでます。これって木のあれを誰か市の人か誰かがやってくれてるのかね。やってくれてるんだと思います。なるほど。こうなんかふわふわして歩きやすいと思って、はい、なるほど。すごい行き届いた公園ですね。から池池とは調水池のことですね。はい、これから天然の手作り蜜。一通り公園をちょっと回ってみました。まあ、あとね、今日ちょっと見たかった砦のパワースポット、九時の神様。ちょっと一応こう拝んできたんで、九時、まあ、当たるといいですね。いつかチャレンジしたいと思います。では、さよなら。